ミツルギ。今日はですね、ミツルギの紹介をしたいと思います。ミツルギ平四郎ですね、日本生まれの、まあこちらも非常にソウルキャリバー代表するキャラクターなんで皆さんご存知だと思うんですけれども、まあ日本刀を持って日本らしい甲冑を着てみたいな、まあおそらく皆さんも非常にこう日本の侍っぽいなというふうに思ってると思うんですけど、もちろんあれ作ってる我々としてもそういうものを意識してですね、で侍っぽい剣撃アクションっていうのを当然彼が一番体現しているというふうに思っています。私自身ミツルギを最初にこう作ってこう開発の途中でこう遊んでるんですけれども、すごく楽しいし、やっぱり剣のこの動きモーションっていうんですかね、すごく仕上がってるなというふうに思います。まあ、彼も非常に若いですね、まあ彼がどんな運命をたどるのかっていうのはぜひチェックしてもらいたいなというふうに思います。The legend will never die.